関係ではないでしょうか。これに関して言えば、先ほどブータンの国王陛下より格調高い演説をいただきました。その一方で、昨日内閣の一員でありながら極めて非礼な対応があったとのことです。野田内閣の品位と資質が問われることであり、甚だ遺憾であります。政治は国民の理解、国民の後押しなくしてすみません。 TPP については情報不足と政府の説明不足が甚だしいことは国民共通の認識です。今後我々は国民の代表として、国民の不安を払拭するため、これまで述べた我が国のメリット、デメリット、リスクが何か、いかなる対策を検討しているのかと、さまざまな論点について真の国益のために政府を問いただす決意です。政府においては得られた情報を隠さず公開すると真摯な対応を求めます。それすら政府ができないのであれば、一刻も早く退場していただかなければなりません。その際には我々が国民的議論を深め、国益に照らした判断を行うのみです。我が党はその覚悟を有することを表明し、私の質問を終わります。内閣総理大臣、野田佳彦君。自民党、谷垣総裁のご質問にお答えをしてまいります。交渉参加に向けた関係国との協議の開始についてのご質問をいただきました。交渉参加とは、現在、TPP 協定交渉中の9カ国との協議を経て交渉に加わることです。定義のご質問でした。他方、交渉参加に向けて関係国との協議を開始するとは、各国が我が国に求めるものについてさらなる情報収集に努め、十分な国民的な議論を経た上で、あくまで国益の視点に立ってTPP について結論を得ていくためのプロセスを開始をするということであります。TPP についての政府内、与党内、国民各層における議論等を踏まえ、私は11日の記者会見で TPP 交渉参加に向けて関係国との会議に入ることとしたと申し上げましたが、その意味はこれ以上でもこれ以下でもなく、そのまま受け止めていただきたいと考えております。経済産業大臣と米国通商代表との会談資料に関するご質問をいただきました。昨日の予算委員会で経済産業大臣が答弁したとおり、経済産業大臣は私が記者会見を行うよりも前に日本を出発しており、結論がわからない段階で様々な可能性を想定した資料を事務方に用意をさせていました。また実際の会談では、そうした資料は使用していないものと承知をしております。いずれにせよ、政府としては昨年11月に閣議決定された包括的経済連携に関する基本方針に基づき、TPP 交渉参加に向けて関係国との協議に入ることとしております。次に、TPP 協定における関税撤廃の扱い及び国民皆保険制度等への影響についてのお尋ねをいただきました。TPP 協定については、すべての関税を撤廃することが原則になると考えますが、最終的に即時撤廃がどの程度となるのか、また関税撤廃の例外がどの程度認められるかについては、現時点では明らかではありません。また、米等の品目の関税の撤廃とサービスや投資では、異なった議論がなされていると認識をしており、公的医療保険制度のあり方そのものは議論の対象となっていません。いずれにせよ、国益を実現するためにしっかりと協議をしていきます。二
天間飛行場の移設問題との関連及び TPP 交渉からの離脱についてのお尋ねがございました。アジア太平洋地域に位置する貿易立国である我が国にとって、世界の成長エンジンであるアジア太平洋地域の成長力を高いレベルの経済連携を通じて取り込むことはプラスであると考えております。こうした点なども踏まえ、政府としてはしっかりと議論し、あくまで国益の視点に立って TPP についての結論を得ていくこととしており、ご指摘のような普天間飛行場の移設と関連づける見方は当たりません。また仮に TPP 協定交渉に参加する場合には、守る気は守り抜き、そして勝ち取るものは勝ち取るべく、まさに国益を最大限に実現するために全力を尽くします。 TPP に関する情報開示についてのご質問をいただきました。国民の皆様に対する説明や情報提供が不足しているという指摘は重く受け止め、今後各国との協議を通じて得られた情報を含め、政府を挙げて一層の説明や情報提供にしっかりと努めていく考えであります。農業対策等の具体策に関するご質問をいただきました。 TPP 交渉参加の判断いかんにかかわらず、我が国の農林漁業の再生は待ったなしの課題であります。こうした認識のもと、先に策定した我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針行動計画に基づき、政府全体の責任をもって個別所得保障制度の適切な推進、農地集積の加速化、青年新規就農の増大、6次産業化等の推進、再生可能エネルギーの供給促進などを5年間で集中展開をしてまいります。その際、基本方針にあるとおり、まずは農林漁業における震災対策について万全の措置を取ります。さらに、中山間地域等の条件の不利な地域にも十分配慮して、さまざまな地域の共存を図り、世界に誇る美しい農産漁村を将来にわたって守っていく所存であります。公的医療保険制度についてのご質問をいただきました。米国は医薬品へのアクセス拡大のための TPP 貿易目標の中で、医薬品に関連する政府の手続きの迅速化や透明性の強化などについて提案を行っていることは承知をしていますが、公的医療保険制度のあり方そのものについては TPP 協定交渉において議論の対象となっていません。いずれにせよ、仮に交渉に参加した場合、日本の誇るべき国民皆保険制度を維持し、我が国の安心安全な医療が損なわれないようしっかりと対応をいたします。 TPP の国民への説明についてのご質問をいただきました。 TPP 交渉参加に向けて関係国との協議に入ることを通じて得ることのできる情報は少なくないと考えております。ご指摘のあった農業、医療、投資、金融、政府調達等の分野をはじめ、各国との協議を通じて得られた情報や国内への影響、我が国にとってのメリットを含め、政府を挙げて今後一層の説明や情報提供にしっかりと努めていく考えであります。 TPP のメリットについてのご質問をいただきました。アジア太平洋地域に位置する貿易立国である我が国にとって、世界の成長エンジンであるアジア太平洋地域の成長力を取り込むことの意義は大きいと考えています。 TPP はAPEC 地域に拡大することが目指されており、実際にカナダやメキシコも TPP について関心を表明するなど、アジア太平洋自由貿易圏 FTARP に向けた地域的取り組みの一つとして重要と考えます。 TPP はアジア太平洋地域における貿易投資ルールを定めることにつながっていくものと考えます。そうしたルール作りに日本が参加することは意義が大きいと考えられます。具体的なメリットとして、例えば高い関税が撤廃されることで産業の空洞化を回避する、すなわち国内の雇用を守り増やすことが可能になること、外国政府による輸出規制等を制限することでレアアース等の希少資源や石油天然ガス等の安定的な確保を図ることができること、
模倣品、海賊版の拡散を防止する仕組みを作ることで、日本の技術を守ることができることなどが挙げられます。また、影響に関する試算については、内閣官房の試算が関係府省と調整したシナリオに基づく、広く国際機関によって活用されているモデルを使用して行ったものであり、経済全体への影響については、この試算を参照していただくことになります。これは、年平均2700億円の効果と見るのではなく、将来にわたって GDP が 2.7 兆円増加するという状態が継続すると解釈すべき数値であります。また、これは関税引き下げに限られた試算であり、サービスや投資、非関税分野などの分野も含めれば、さらに追加的な効果があると考えられます。また、カナダとメキシコが関心を示したところですが、これらの国を加えると数字はさらに大きくなります。いずれにせよ、ご指摘の TPP のメリットを含め、国民の皆様に対し、一層の説明や情報提供をしっかりと努めていく考えであります。最後に、国益とそれを守るための手段についてのお尋ねがございました。私は、世界に誇る日本の医療制度、日本の伝統文化、美しい農村、そうしたものは断固として守り抜く決意であります。同時に、先ほども述べたとおり、アジア太平洋地域に位置する貿易立国である我が国にとって、世界の成長エンジンであるこの地域の成長力を取り組むことの意義は大きいと考えます。TPP 交渉参加に向けて、関係国との協議に入る際に、守るべきは守り抜き、そして勝ち取るものは勝ち取るべく、まさに国益を最大限に実現するために全力を尽くす決意であります。TPP 協定については、多くの省庁にまたがる分野を取り扱っており、協議にあたっては強力なチームを作り、私がリーダーシップを発揮し、政府一体となって取り組んでいきます。遠山清彦君。